今日私はまたイ18章1節から4節の御言葉を通して天の御国で一番偉いのは誰かという題名で御言葉を語りたいと思います。今日の本文を見るとイエス・キリストの弟子たちがお互いに争っていました。何についてかというとその12人の中で誰が一番大きいのか誰が一番偉いのかについて争っていたわけです。 ある人は私だと私が先にイエス様に出会ったとまた私が力があるとか知恵があるとそういうことで自分が偉いと自分が一番だとうそういう主張をしますしかし今日の本文の遺説を見るとイエス様のところに来ていたわけですよね天の御国では誰が一番偉いのでしょうかと美しくそうやって放送して質問していますけれども 住人の中で誰が一番偉いのかということを聞いたわけですよね。イエス様にそうやって聞くことはできないから、イエス様に聞くわけですね。天の御国で誰が一番偉いのかと。私たちがですね、例えば、アリが2匹来て、人に来てですね、誰が偉いのかと言ったら、どう答えますかどうせあなた方はアリでしょと言うでしょう。 神様も同じです。しかし神様はどう語られましたかイエス・キリストはそれについて私たちは子供のようにならなければいけないと。この子供のようにならなければ天国に入ることはできませんと語られました。この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですと語られています。また、また19章14節を見てもイエス様は子供たちのような が天の国に入るることとできると天の御国はこの子供たちのようなものの国だと語っていますね聖書でこの子供について私たちの霊的な状況を示す例えが多く記録されています皆さん教会に通われていますけれども私たちクリスチャンは一生涯学ばなければいけませんなぜですか それは私たちが変化してイエス・キリストの姿を習うためです。イエス・キリストに似たものとなるためです。そういう心を持って教会に集まらなければいけません。しかし聖書ではですね、私たちよりも地位がある人、賢い人から学ぶのではなく、もっと小さなものから子供たちを通して、また獣や動物を通しても学ばなければいけないと語っておられます。 そういう謙遜な姿がなければこの神様の御国に入ることもできません。イエス・キリストの姿を習うことはできないわけですね。人間六章六節を見てもアリの姿を通しても学ばなければいけないと語っています。アリを通しても学びなさいと語っていますよね。今日私たちは子供を通して学ばなければいけません。 子どもを通して学ぶことは何でしょうか聖書で子どもを通して例えているその内容を見るとですね否定的な意味もありますしまた肯定的な意味もあります今日はそれについて見てみたいと思いますまず一番目に肯定的な意味について見てみましょう今日の本文の内容です子どもたちのように謙遜になりなさいと神様は語っておられますまた純粋できれいな心を持たなければいけないと そういう姿を学びなさいと語っておられます。そういう信仰がなければ天国に入ることはできないと語られました。信玄1六章1八節を見ると、高ぶりは破滅に先立つと語っています。高ぶりは破滅に先立つと。心の傲慢は倒れに先立つと。天国に入ることはできません。イエス様も謙遜な姿を示されましたよね。聖書ではイエス様を自分自身を低くされたんです。 死に至るまで低くされたと語っておられます死に至るまで謙遜であられましたまた子どもたちは純粋ですよね計算しませんそうですよねよかったらよかったで嫌なら嫌だと単純であります神様がですね私たちもそのような心を持ちなさいと語っておられます 嘘や偽りのない純粋な心エデンの園でアダムとエヴァがですね、いたとき、どのようにいましたか全部服を脱いでいたわけです。子供たちのようにですね。しかし、恥ずかしく思いませんでした。皆さん、子供たち見てください。裸で走り回っても恥ずかしく思いません。 大人がそうやってしたら精神病院に行かなければいけないでしょうしかし私たちの信仰私たちの姿はですねそういう純粋な心が必要だということです神様の前に恥ずかしさのない間違ったならばその場所で間違えましたと悔い改めることまた子どもたちは心配事がありません 子どもたちがもう心配しますか明日何を食べようかとかお金がなくなっちゃうとか残高が低いとかそういう心配はしないわけですよね。両親に委ねて歩むわけです。聖書では私たちも同じように父なる神様に全てを委ねて歩みなさいと心配するなと語っておられますね。多くの箇所を通して私たちに語られていますすししかし私たちは心配するわけです。 祈りながらもまた振り返って心配するわけです。いつも同じ失敗を繰り返すわけですよね。その心配のためにストレスを受けて、病気も病気にもなってですね。ですから神様はこの子供たちを通しても学びなさいと語っておられます。また、マタイによる福音書を見ても、鳥を、空を飛ぶ鳥や、また、 のの原の野原のその花のようになりなさいと、見てみなさいと語っておられますよね。その花の栄光がソロモンの栄光よりももっと優れていると語られました。ですから私たちはですね、この宇宙万物を創造された神様だけを私たちの父としなければいけません。心配する必要がないわけです。私たちは、 純粋な子供のように信仰によって暮らすこと、神様に委ねて暮らすことが信徒の歩みであります。それがエデンのそのの回復です。心配することもなく、憂いもなく、また恥ずかしさもなく、ただ父なる神様だけに見上げながら神様に栄光を表すこと、それが楽園です。子供たちがですね 子どもたちを見ると気分がが良くなりますすす綺麗ででかからら心が純粋だからですしかし聖書を見るとこの子どもたちに対する否定的な見言葉もあります大きな2番目に否定的なネガティブな意味について見てみましょうそれはキリストにある幼子であると語っていますキリストにある幼子第一コリント三章一節を見ると兄弟たちよ私は あなた方に向かって見たまに属する人に対するようには話すことができないで肉に属する人キリストにある幼子に対するように話しましたと語っていますねキリストに対するキリストにある幼子それは肉に属する人だと語っています肉に属する人これは良い意味ではありませんよね第一コリント3章の内容を見るためには 1> 第1リント2章12節からの内容を見なければいけません。聖書の,この,聖書の箇所と説は、えー、後にですね、聖書を記録されてから後に、えー、記されたことでものであります。もともとは箇所、か何章、何節というその章と説はないわけです。ですから、2章12節から見なければいけないんですけれども。 私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けましたとそれは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためですこの賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊の教えられた言葉を用いますその御霊の言葉をもって御霊のことを説くのですと語っていますねここを見るとと私たち,私たちと 私たちという単語を使っているんですけれども、これはイエス・キリストを信じる信徒を意味しています。教会を意味しています。その教会はどうですか世の中から受けた霊ではなく、神様から与えられた霊である、霊を受けたと語っています。神の御霊を通して悟ることができるということなんですね。そして2章14節を見ると、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。 それらは彼らには愚かなことだからですと。またそれを悟ることはできません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからであると語っていますね。信じる信徒は、また信じる信徒と肉に属する人を対照的に表しているんですけれども、肉に属する人は神様の御霊、精霊の働くことを悟ることはできず、また信じることもできないと語っているんですね。 このように語っているんですけれども三章一節を見るとこう語っていますよねもう一つの分類が出てくるんですけれどもキリストにある幼子であります三章一節はコリント教会の信徒に語っている御言葉なんですけれどもイエスキリストを信じる人なわけですよねその私たちその私たちの中に入っているものでありますけれども しかしイエスを信じながらも自分の暮らしや行動や話は肉に属するものと同じだということです。ですから3番目の3つ目の分類ができているわけですね。信じることは信じるけれども肉に属する人のように行動する人がいると語っているわけです。イエス・キリストを信じるため聖霊は受けているわけですよね。第1リンと12章3節を見ると 精霊によらなければイエス様を主と告白することはできないと語っています精霊によっている信徒信じるものですしかしその人の暮らしが信じない人と同じだと語っているわけですね信じない人と同じだと首都パウラはそれを語っているわけですそれがキリストにある幼子だと語っているんですね キリストにある幼子はどのような人ですか父を飲むものです。第一コリント三章、二節を見ると、私はあなた方に父を与えて、固い食物を与えませんでしたと。あなた方には無理だったからです。実は今でもまだ無理なのですと語っていますね。初歩的な人、初歩的なクリスチャンを意味しています。 いつも奥深い御言葉を教えてくれと言いますけれども、その人たちの行動や生活を見ていれば、準備できていないと語っているわけです。ヘボル5章12節から14節の御言葉を見ても、その父は誰が飲みますか ?13 節を見ると、まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じていません。幼子なのですと語っていますね。14節に、しかし硬い食物は大人のものであって、 経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと語っています。キリストの中にあって幼子というのは、御言葉を体験することもできていない人たちを意味しています。善悪を区別することのできない人です。それが幼子の信仰だと語っています。幼子の信仰である。と。善悪を分別することのできない者たちが幼子の信仰です。 堕落したこの世の中は善悪を知る気の実のような世の中です善悪の気というのは悪を良いように放送しているものということですこの世の中はですね悪いものを良いように見せかけているわけです騙しているんですね 善のよううな姿をしていいるる悪があるということこですですから多くの人は自分自身の罪をですね隠して放送しようとするわけです正当化しようとしますいろいろな理論を差し出しますよね純粋ではないわけですしかしそういう人そういうことを分別することもできない人も幼子のような信仰であると語っています 主はですね、マタイによる福音書10章16節を見ると、私たちは蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと語っています。蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいと。10章16節に、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと。難しいですね。蛇のような知恵というのは、 この世の中の経験を得てから経験をしてから得ることができる知恵であります。しかし、世の中で経験を継ぐとですね積むとですね、私たちの純潔を失います。清さを失ってしまいます。しかし、信徒はそうやって暮らしてはいけないと語っています。蛇のように、悟くはならなければいけないけれども、子供のような純粋さを持たなければいけないと。 鳩のような素直さを持ちなさいと語っていますね。イエス様がそのように語られているということはどういうことかというと、主の中ではできるということです。可能だから語っておられるわけです。可能じゃないこと、不可能なことは知れと言います。しなさいと言いません。御言葉を受けるときに可能になります。詩編12編6節を見ると、主の御言葉は混じり気のない言葉であると。 土の炉で7回も試されて、純化された銀であると語っています。神様の御言葉は純粋であります。ですからその純粋な御言葉を受けることによって私たちも清められるわけです。ヤコブ3章17節を見ても、ヤコブ3章17節を見ても、えー、上からの知恵は第一に純真であり、純真でありと語っていますね。そして平和、寛容、温潤、 また憐れみと良いみとに満ちて、またエコヒーキのない見せかけのないものであると語っていますね。上からの知恵と語っています。上からの知恵、天からの知恵です。神様から与えられる知恵です。御言葉から与えられる知恵が第一に純真であると語っていますよね。純真である、純潔だ、清いと。そういう 知恵はですね世の中から得ることはできませんいくら学校に行って勉強を一生懸命して名門大学を出てもこのような知恵を得ることはできませんこれは神様の御言葉から現れるからですイエス・キリストの中にある知恵でありますその知恵を受けなければ私たちは蛇のような悟くまた、えー、鳩のようなそういう純粋な心を持つことはできないということですまた 幼子のような信仰はどのような信仰かというとそれは妬みや争いがある信仰です。妬みや争いがある信仰。第一コリント3章3節にあります。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすればあなた方は肉に属しているのではありませんかとそしてただの人のように歩んでいるではない,歩んで,い,るで,はないですかと語っていますね。 肉に属する人は、幼子のようなものであると語っているんですけれども、肉に属する者はここを見ると、妬みや争いがあると語っています。妬みや争いがある、そういう場所はですね、そういう人は、幼子のような信仰だと語っています。イエス・キリストを信じても、世の中の人と同じでしょと、シト・パウロは語っているわけですね。肉に属する者、その人は、 しが妬みと争いです。妬みやは争いがあれば、その人は幼子であり、肉に属するものであります。見言葉を受けたならば、その中に争いがあってはならないわけです。この妬みというのは、ギリシャ語でチェロスという単語です。それは他人が良くなることを見て、えー、悪い感情を持つことだという意味ですね。他の人が。 良くなることよく良い結果を受ける,得ることを嫌うわけですね。空手屋5章19節から21節を見ても、ここを見ると肉に属することについて記録されています。肉の行いについて語っていますね。 不貧困、汚れ、公職、空造礼拝と語っていますけれども、これ15個の内容が記録されているんですけれども、7番目と8番目が妬みと争いです。皆さん、15の項目の中で一番真ん中にあるわけですね。聖書で見てみると、いろいろな書き方があるんですけれども、一番この真ん中にあるのが重要です。 創世紀のケ図にも10のケ図がありますけれどもその真ん中にあるのがアブラハムですね。アブラハムが一番重要だということを意味しています。またアブラハムに7つの契約を約束を下さいました。その中でも4つ目の契約が松明の契約です。一番重要な創世紀15章の契約ですね。それが一番重要な契約であるわけです。ですからこの 15個の項目の中でも、妬みと争い、この7番目と8番目のこの真ん中にあるのが肉の、肉に属するものの代表的な歩みだと語っているわけです。シトパウロがこの真ん中にある妬みと争いを強調しているわけです。 15の,この項目をすべて話すことが大変ですから、妬みと争いを代表的なものとして語っているわけですね。では、なぜこの妬みと争いを肉に属するものの歩みだと強調しているんですかそれは、この2つの働きはですね、契約の共同体を破壊する行いであるからです。他の罪はですね、自分自身で行う罪であります。 自分で犯す罪なんですね。偶像崇拝するのを自分だけで行うわけです。しかし、妬みと争いは自分でするのではありません。誰か対象が必要なんですね。ですから、契約の共同体を破壊するものであるため、父とパウロは、この妬みと争いが一番重要な肉の働きだと語っているわけです。一番気をつけなければならないものだと。 ですから、マタイ27章、18節を見ると、イスラエルの人々がなぜ殺しましたか、イエス・キリストを。それは妬みからであると語っていますね。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたと語っていますね。宗教指導者たちはイエス・キリストを妬んで、その結果、十字架につけたと語っているわけです。ですから、信玄14章、30節を見ると、穏やかな心は体の命。 激しい思いは骨を蝕むと語っています。激しい思い、妬むことは骨を蝕むと語っているんですね。恐ろしい言葉です。ですから、使徒パウロはこの妬みと争いがあることをコリ,ント大コリントの教会がですね、まだ肉に属する教会である証拠だと語っておられるわけです。それが幼子のような信仰だと指摘しているわけですね。 幼子たちが純粋で謙遜で優しいそういう姿もありますけれども自己中心的で利己的なそういう姿もあるわけです子どもたちがですね両親が自分にだけ親が関心してくれな関心を持ってくれなければ他の人を妬むわけです自分の弟や妹を妬んだりするわけですよねそういう人は 肉に属する人であると語っています。破壊的な信仰であると。自分中心の信仰生活、自分の思い通りにならなければ、他の人を恨み、妬み、争うわけです。そういう信仰を持ってはいけないと語っているわけです。一人で罪を犯すのではなく、その共同体をですね、すべて影響を与えて破壊するわけです。しかし、シトパウロは、 そのような妬みと争いのある信仰ではなくもっと成長した信仰強い信仰を持ちなさいと語られていますそれについてエペソ2章19節から22節を見るとこういうわけであなた方はもはや他国人でも帰留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですと私たちは一つの家族だと 強調しながら結論ではですねあなた方も聖霊にあって主にある聖なる宮となるべきでありイエス・キリストにあってあなた方も共に建てられなければいけないと語っておられますここを今皆さん強調してみてください私たちは一つの共同体家族となりましたですから共に建て上げられなければいけませんと一人でいくら一生懸命信じてもダメだと また、新事項がなくなってもダメであり、みんなが共に一緒に立て上げられなければいけないと。一つとならなければいけないということです。先輩は後輩をしっかりと掴んであげて、幼い人たちをですね、しっかりと助けながら一つとならなければいけないということです。ここで立て上げられるというのはですね、ギリシャ語でおいこ止めをと言います。共に立てられると。 建てられるというのは追いこ止めを家を建てる建築するという意味です。神様が私たちをですね通して一つの家を建て,ら建て上げられているということです。そしてこの単語がですね他のところでは「徳を建てる」と翻訳されています。徳ををててるる第一コリント八章一節を見ると次ににに捧げた肉についてですが 私たちはみな知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますと語っています。この徳を立てるというのが追いこどめをという単語です。追いこどめを私たちがこのような建物を、人の目に見える建物を建てるのではなく、共にキリストの中にあって信仰の建物を建て上げていくものとならなければいけない。 それが愛によるものでありまた信仰によるものであると第一テサロニケ五章中一節を見てもお互いにお互いに励まし合いまたお互いに徳を高め合いなさいと語っています第一テサロニケ五章中一節に老い子止めを互いに励まし合い徳を高めなさいそれが教会で行うべき働きですお互いに 徳を高めることそれが徒の使命です愛する皆さんどうやってすれば私たちの共同体がもっと強くなりますかイエス・キリストは子供のように謙遜であり純粋な信徒とならなければならないと語っておられますそういう時に私たちが一つとなることができるわけです誰が偉いのか もう少し私の方が偉いとそういうことを争っていてはその共同体はなくなってしまいますまた逆にですね幼子のように血のみ子のように自己的な中心の人だけが集まるならばそれは共同体となることはできません一つになりません妬みと争いが起こり自分の思い通りにならなければもう涙を流しながら泣いてですね子供のようにしかし 霊的に成長した信徒となるならば愛とまた慈悲を持って慈しみを持って徳を高めなければいけませんそうするときにイエス・キリストの聖殿が宮が建て上げられるわけです私たちは今日この御言葉を通してまた幼子を見ながらですね私たちはもっともっと謙遜な信仰 純粋なな信仰をを持つ皆さんととることをの持って祝福いたしま,すまた私たちはもっと成長する信徒として譲り合い愛によって徳を高めながら歩む信徒となって神様から与えられたこの教会が建物だけが美しく建てられるのではなく この契約の共同体がですね、キリストの中で一つとなって立て上げられていく皆さんとなることを主の皆を持って祝福いたします。祈ります。愛するうなる神様、5月、今日家庭の月を迎え、また子供の日を迎え、私たちが神様の宮に集って礼拝を捧げるとき、今日与えられた御言葉のように、 子供のような謙遜さと純粋な信仰を与えてください。この世の中で働きながらあらゆる心配事、苦しみもあります。しかし今日の御言葉を御言葉のように子供たちのようにもっと神様の前に全てを委ねて、主の前に出て、主と共に喜びの礼拝を捧げ、神様と共に愛者として、 用いいてくださいまた、血の身にのように自己中心的な信仰ではなく他人をもっと高めまた譲り合いながら徳を高めていくものとして成長していくことができるよう祝福してください。この教会の中だけではなく隣人と共にも徳を高めながら伝道の実りをも結ぶ信徒として用いてください。 父なる神様私たちの教会すべての子どもたちを覚えてくださり祝福してください御言葉の中で教育を受け神様の子どもたちとして成長していくことができるよう祝福してくださいまた成長する時天の知恵を与えてくださりこの世の中でも頭となる祝福が与えられますように信仰も高められていく子どもたちとなることができるようどうか祝福してください そして、その子どもたちがこの教会の未来の働き人として、この教会を導き、救済士の御言葉を全世界に伝えていき、福音の実りを結ぶ信徒となることができるよう祝福してください。神様の栄光を表す子どもたちとなることができるようどうか導いてください。すべてをなされることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。